だからもう、ほら、自分は美味しいと思うけど、世の中の人があんまりそうでもないと思っちゃうんだから、なんかちょっと一人だけ寂しいと思う時がある。私はわざわざ、もう牛乳を切りかかりよう、もうこれ使ってしまわないかんって思う時は、ミルクリゾートにしようわけよ、わざわざ。炊飯器で炊くと、なんかこう、中に水、ミルクが入り、牛乳が入り込んでしまいそうやけ、鍋で、要するに、ミルクがゆにしてしまうんだね。とろそう。新潟のある町では、ご飯、白いご飯が出とうときに、牛乳が合わないってことで、それ絶対牛乳を出さないって今度決めたらしいんだよね。ああ、給食の話そうですそうね。そうそうそはいうそう。はいはい。でも私はわざわざミルクぞ、ガニを作りようとりさ、じゃあ私の味覚はおかしいとかやって、こう怒ってしまうよね。給食もちょっと派手だってところありますよね。学校の給食の場合、牛乳が合わん。てか、ご飯が合わないでも食べ、他の食べ物が合わんってことや。その和食と合わんってことやろ。でも、ミルクリゾットにしたら美味しいよ。別に牛乳がゆにしたら。うん。ドリアみたいなもんですよね。そう。で、しかも、もうわざとも塩も入れんって。もう、そしたら、なんか、いいと、なんかこう、ほら。何も加えてないんだけどさ。あくまでも牛乳が切れかかった時は、ああ、ともう、とか、賞味期限が、例えば今日とかやったら、7月2日とか書いてやばい。そのまま切れたままで食べれたらちょっと怖いなとか思うと、なんかお帰りすればいいかな。なんかこう、もしものことがあった時はですね、やっぱり嫌ですからね。そう、なので一応まあ2日ぐ2らい。日以降は。たら、新聞見よったらね、減塩のために牛乳使うっていうので、お味噌汁に牛乳入れたりするらしいんだよね。で、だんだんこうなってくるとさ、その新潟の給食の時間にね、ご飯が出たら牛乳を出さないっていう話からとかさ、なんか変わってきた話だって言ってたわ。っていうので、まあね。お店立てる用意したのケースでもありますけどね。どんな事情があるんでしょうっていうので一応ね、ドリンクタイムということで牛乳は別に出そうです。逆にお客さんとかも考そうよね。ちょっとバターが足りんやら言い出してくるね。バター足りんかったら困るよね、やっぱね。だってバターは食べた方がいいっちゃけん。マーガリンは食べたりかも。ないけどね。バターいい値段するもんね。そうですね。それとやっぱ、上質の牛肉もいい値段するもんね。ああ、そうですね。それが言ったら、柏のお肉はミンチは安くていいよね。でもやっぱ違うね、味がね。私一人だったら我慢できるけど、じゃあ子供たちに全部我慢しなさいって言われたら我慢はできるね、やっぱね。豚肉はそこそこいい味が出るけど、やっぱ牛肉じゃないと美味しくないのもあるもんね。確かにそうですね、やっぱね。だからとりあえず、あとは、この頃、農作物を荒らしたり、害獣にもなるけんってことで、一応ジビエっていうことで、イノシシとか。調理法によってはいいんじゃないですか。どうなんですか。ボタン鍋っていうぐらいですか。カタカロンでもね。加工肉とか。ソーセージにするんです。カロリーは低いらしいよ。確かに農作物荒らされてあのね、なってますもん全国、福岡は一応2位らしいよ。あ、やっぱ2位2位であるんです2位か。2位でした。だけどなんか、田舎の方のもっと山の中のなんか熊本とかの方がありそうな気がする。でも、そうじゃなくて、福岡ってやっぱ都市化しとう部分もあるけんやろうね。ちょっとわからんじゃけど、詳しい話はわからんけど、とりあえず全国2位だそうです。そういう、猛獣って書いてある。なんと、害獣。害獣という表現がちょっと、なので、ちょっと、これからはジビエ。ちょっと前まではね、ゆるえぐれんだ、緑虫。だと、一応、あと、佐々木さんが嫌いなの、昆虫を食べる。最後の生き残り策としては昆虫食。でも、それならまだジビエの頃。なんか、昆虫って言われんかったらさ、なんかこう、ほら、芋虫みたいなやつ、なんか、とろっとして美味しそうな気がするけど、形がなんかほら、もう、中に入っとったらよ、ほら。そげまでして、そげまで食べる。
僕すごいタンパク質な感じがする。そうですね。私なんかこう幼虫なの感じで、なんかこう魚の白子とか、うん、ウニとかよりももっとプリンってしとって、なんかこうほら足が生えてない分までいいかなと思って、うん、サクッとしてるんですか。違う、そっちはサクッ、いや足あのそれならまだもちっとした感じやろ、幼虫。いや、なんか栄養ありそうな感じだけど、幼虫の方は。あの、蜂のこと。ああ、ありますね、そういえば。ないわけじゃないやろ、まあ、だってシャコ食べれるっちゃいけん。シャコね。シャコ食べれるけど、何でも食べれる気がする。とりあえず食い意地が張っとるけど、知ることはなかった。でも、夏の終わりにあの、ゴキブリがこう上の方に来てからビーンって飛ぶ姿を、あの音聞いたらそっとするけど。入ったと思ったら、うん、じゃあ、うん、もうしかも教材として取っとかないかんようなレベルのじゃないけんさ、捨てました。すいません、ありがとうございます。こいつは4時まで今日。はい。うん。の時は一緒に。うん。
しましょう。